はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。11月19日日曜日、川口にも近い池袋で外国人実習制度廃止デモやります。来てね。正式告知は後日。まだ正式なあの手続き完了してませんので、あんまりね、10日ぐらい前って言ってるな。10日ぐらい前に、手続きしてよと。そのぐらいになったら、もう、わかるんでしょうね。道路工事ないとか、通行止めにならないとか、そういうことがわかるんでしょうね。12月29日、17時頃から池袋近辺でメール党員懇親会予定してます。来てね。募集開始は後日いたします。今のところ予定上げといてください。よろしくお願いします。萩生田光一自民党政調会長、所得税定額減税は1年限りと決定しているわけではない。永遠にできることではないので、よく議論したい。永遠にやろうと思えばできんじゃないの。普通に減税ってすればいいんじゃないの。できることではないのってってなんか洗脳されてない？財務省あたりに。宮沢の総理の息子の宮沢自民党税調会長は常識的に1年だろうなとか言っちゃって、なんでどこの常識なんだそれって叩かれておりましたけれども、世論です。選挙近いのかな。選挙終わるまでなんだな。かもしれないじゃなくて、じゃあ景気良くならないよ。思わせぶりな発言やめろよ。選挙前にちょっと減税やって、勝ったら大増税するのが自民党の必殺技。財務省の操り人形の岸田じゃ無理。財務省の犬って言われてますよ、今。減税するとも決まっていない。選挙勝ったらその時点で終わり。ごまかしごまかし、国民を騙し欺く詐欺師集団と。だからこれね、減税じゃなくて、給付金でしょ。4万円の給付金でしょ。なんか面倒なことやってね、減税って言い張って、無理やるよな。非課税世帯は減税しようがないんで、給付するって言ってんでしょ、7万円。いっそね、一人いくらで配った方が面倒ないし、潔いんじゃねえの。岸田はですね、増税メガネってあだ名気にして、気にして、気にして、結果こじつけ減税ってなったわけだが、なんでそう呼ばれるようになったか、根本から見直さないと支持率上がんないよ。その支持率だが、今月も下げ止まらず、複数の調査で過去最低を記録。日経 33% 過去最低。ANN 26.9% 過去最低。世論です。この 26.9% は一体どういう層なの？支持しているのはばらまかれる側の人間かな。この惨状で未だ支持している 27% の存在にびっくり。何をやっても下がり続けるのは珍しい。経済対策やばらまきばっかで結局しょぼいんだよな。ここで消費税を下げてくれたら支持率爆上がりなんだが、減税詐欺がバレてさらに下行ったよな。岸田じゃなくて自民党がもうダメなんだろ。残りの任期ひたすら総理の椅子にしがみつくんじゃね。ああやりそう。自民党総裁選挙来年9月あります。それに出ないで優待して次は任したっつってやめそう。それまではひたすらしがみついて、いくら支持率下がっても、そんなの知らねえっつって解散せずに、思います。力が衰えた立憲よりも共産党よりも岸田が嫌いっていう保守は多いですね。私も大嫌いです。バカだしね、一部官僚の言いなりだし、LGBT だの、スワップだのと、変なことは強行するし、次から次へと控除や優遇なくしてですね、森林環境税なんかが変なもんも始めるし、実質増税してんのに増税してませんっていう態度が気に入らない。二世議員が叩かれてんのに、長男優遇の空気読めなさ、政治センスのなさ、スーパーに物価視察に行って、高いね、なんつって、お前元の値段知らねえだろって、イラッとさしたり、もう何やってもですね、落ちる支持率。私が不要と感じる税支出、まとめです。自民党案件。SDGs 関連 6.3 兆円、外国人留学生援助、支援250億円、日本学術会議10億円、子ども家庭庁4兆円、10
上演ぐらいか、ユネスコ負担分30億円、公明党の案件、男女共同参画予算、年間9兆6000億円、外国人生活保護、1200億円、アイヌ関連58億円、これら、20兆円超えてますよ、としたら。それね、全部削ってね、消費税の減税しろ。私が10代の頃、消費税なかったんだからね、消費税率と出産数って、負の相関ないですかね。失われた30年の開始って、3% の消費税開始からですもんね。つまり、消費税が、30年間経済を停滞させた原因である。日本が少子化している原因であるって考えられませんかね。川口クルド人、私たちは帰れない展開催。パヨって展覧、展、するの好きだよね。私たちは買われたとかね。そういうのやるの好きだよね。トルコシリア地震で自宅が倒壊し家族で避難してきた。私たちの願いは日本で生きていくこと。いやいや、普通に地震の復興してくれよってね、世論です。それ難民ちゃうやろ。帰れないじゃなくて不法滞在。迫害されてるはずなのに、どうして国からパスポートもらえて飛行機代払って日本に来れるんですかね。地震による混乱はもうとっくに収まってるよね。帰れないと日本にいたいは別な言葉だ。我々はトルコ政府に迫害されている難民っていうのが決まり文句なんだね。だけどクルド人の大臣2人いるし、国会議員も数十人いるしで、全然迫害されてない。嘘です、これ。トルコ政府は迫害対象にパスポートくれるのかって、謎の親切やってるのかっていうね。地震で避難しっぱなしって、復興なんか全然する気なくて、自分の国良くする気なんか全然なくて、面倒から逃げてきただけって取れるな。一生懸命っていう言葉がある日本人からするとその行為は卑怯って感じますよ。トルコ人がこんなんばっかじゃないよね。イスラムの中では割とおっとりしてるって聞いてますけどね。なんだかんだでトルコ豊かでおっとりしてんのって、人は、っていう話ですね。今日の単身TBS 新番組ジョンソン放送開始初回2時間スペシャルの視聴率 2.8% の大爆死。企画力がない、新発想がない、とにかくつまんない。芸人集めれば面白くなるって発想が古い。YouTuber はね、しのぎ削って面白い映像を量産してますからね。このご時世で消費者の目も超えてテレビ局もやりにくかろうな。でも大丈夫。事情能力ないお前らに未来ないから大丈夫です。渋谷区がハロウィンバカ騒ぎ駆除に本気。象徴の八構造を覆い隠してやりすぎて批判されてます。コスプレ民新宿に大移動しました。いっそビッグサイトでやったらどうかな。早稲田慶応など次第が軒並み授業料値下げ、値上げ。電気代高騰とか言ってるけれども、果たして、岡田斗司夫さんこんなこと言ってました。今後は大学や学歴の価値が下がっていきます。お勉強以外の部分もネットで評価されて換金できるようになったから。なるほどなぁ。ここならってサイト、皆さんご存知ですか？なんか大掃除から、換気扇の取り替えやら、なんなの、便利屋さん、イラストなんかも書いてくれる、便利屋。さあ、チラシなんかも作る。そういうですね、サイト、皆さんご存知でしょうか。そうするとですね、お勉強できなくても、チラシ作るのが上手とか、デザイン作るのが上手とか、換気扇掃除するのが上手っていう点が評価されてですね、お金になるんですよ。そうすると、学校なんか行かなくてもいいかな、学歴いるのかな、なんていう話にもなってきて、まあまあ、試験ができる。っていうですね、そればかりが評価されてきたご時世、まあ官僚なんかそうですよね。とにかくペーパーテストが上手、その能力に長けていれば評価されている時代が終わってですね、ネットでそれ以外の部分も評価されるようになってきた。お金になるようになってきた。だから学歴の価値は下がる。で、岡田斗司夫さんが予言してますけれども、そうなると思うな。年間80万トンのソーラーパネルが寿命を迎え、廃棄処分。悪質業者、廃棄で払わないでトンズラで放置っていうケースも後を絶たない。こんなもん環境に言い訳ないし、木切るし、山も崩すし、
ソーラーパネルの8割は中国製で、ウイグル人の血まみれであります。鎖でつながれ、殴られながら、ソーラーパネル一生懸命作ってるウイグル人と、岩手県雫石町、雫石町で89歳女性が自宅の庭で熊に襲われ怪我。自宅で襲われるのって恐怖ですね。どこにも逃げ場所ないじゃんか。熊は柿の木に登って柿食ってたそうで、顔や頭を引っかかれたが命に別状なし。熊は怪我してるようで倉庫に侵入し居座っちゃったんだって。このニュースが出た時点ではまだ倉庫にいると、警察などがどうしようかって相談中だと。島根県で自宅の畑作業中に、こっちも自宅ですよ、自宅で襲われるのやだね、逃げ場ねえよ。どっか山登ってて襲われた、遭遇したって言うならまだわかりますけど、自宅で襲われるのなんて怖いんだ。熊に襲われた70代男性、引っかかれて右目を失明。ものすごい速さと強さだった。噛まれたらおしまいだと思った。熊駆除に反対する人は実情を知ってほしい。寝ぼけでんねっていうようなことをスマートに言ってるみたいですけど。デヴィ夫人83歳、アメリカみたく麻酔銃で眠らして山に返してはと投稿し、いやアメリカでも普通に売ってるけど、プチ炎上しました。その手間どうすんだって、人件費かかんじゃねえのかと、いうようですね。それにアメリカのクマが出るような田舎民は全員銃持ってるっしょ。ハンティングライフルの1兆や5兆や10兆持ってるっしょ。で、防衛してんじゃん、家を。ハンターっていうですね、特殊な人間だけが、クマを撃てる、クマを駆除できる。日本と違ってですね、アメリカじゃ、都市部除いて、全員クマ殺しなんじゃないの？銃持ってんだわさ。去年献血に協力した30歳以下は、10年前と比べて 33% 少ない167万人だった。若者の献血離れが、いやいや、若者の数減っただけでしょ。母数の、減っただけでしょ。私自慢じゃないですけど、若かりし頃献血10回やって銀バッジもらったことがあります。血液検査で貧血ですって言われて、もうやめましたけれども。東京財団政策研究所調査、年収300万円の男性の 63% は子を持つことなく生涯を終える、過半数ですね、7割3分の2。こんなことになったのも大体自民党のせい。なんでいらない税金20兆円は。そんなの取ってっから給料上がんないですよね。外国人労働者も実習生って建前金繰り捨てて実習生には残って働いてもらうっていうような方針転換したしね。留学生も半分ぐらい残ってそのまま働いてくんないみたいなことを言い出しましたし、これ何年か前に経団連が1000万人労働力輸入提言なんかして、私10回ぐらい抗議会社に行きましたけれども、これまんまやってますね。年間30万人ぐらいずつ労働者増やしたら、あっという間に1000万人ぐらい行っちゃうよね。問題はね、そいつらも年取るし、福祉も必要だっていうことだね。ドバイとかシンガポールみたいにね、外国人労働者妊娠したら強制送還とか、結婚禁止とか、日本はそこまでできんのか、非常になれんのか、っていうですね、危険性がある。日産が所有する家、レバノンの、に、ずうずうしくも居座ってたゴーンに、レバノンの裁判所が退去命令、一気にホームレスに。つってもまあ、ホテルがなんか泊まるんでしょうけど、日本と日本人舐め腐ったこの男に、どうかでっかい、天罰が下りますように、チェキがなぜか世界中で大流行、チェキ、日本生まれ。富士フイルムが生産した9割のチェキフィルムが輸出に回ってしまう異常事態。生産が追いつかず、国内で品薄状態に。イベント売り上げの7割をチェキが占めるアイドルグループのマネージャーが頭を抱える。手に入りにくい。どうしよう。日欧米から制裁中のロシアの新車登録の 97% が中国車になってしまいました。3% はロシア製ってことですかね。ラーダって車は知ってますけど、なんか四角い、今見ると一周回って新鮮な。悪者同士仲良さそうで何より、相手されてないっていう話もありますけどね。これで中国がロシアにですね、グダグダ言うと車売らないぞって脅迫できますね。
ガザ住民数千人が国連倉庫に押しかけ、支援物資を根こそぎ強奪。ハマスがやらせてるって説あります。恩をあだで返すのが日本以外の世界のスタンダードです。世界は一家、人類は皆兄弟は真っ赤な嘘、大嘘。日本に再進出したものの全然売れないヒュンダイの日本責任者、日本は非常に閉鎖的と言い訳、でもそのエンジン三菱製ですよね。自分でエンジン作れてないですよね。まだね、日本人に車売るのはノルウェー人に鮭売るぐらい難しいんじゃねえの。在日同胞ぐらい買ってやれよ、30万人もいいんだからさ。新規登録台数は軽自動車が 40%、輸入車は 5.4% しかなかった、東京いるとですね、あまりの外車の多さにですね、なんだろうなって思いますけれども、やっぱ日本人に車売るのは難しいな、日本人が優れた車を作れるから、黒人こそ真のユダヤ人と主張しているアメリカの黒人ヘブライイスラエル人という新興宗教団体がパレスチナ派デモを襲撃、なんだそのカオスはってですね、どうなわけがわからない。それにですね、黒人ヘブライイスラエル人って結局何人なのっていう、BBC が復元したキリストの顔はですね、確かにアフリカンっぽかったんで一理ありますね。あの辺アフリカと近いしね、まあクマの被害すごいですね。自宅にいて襲われる恐怖、こう外に出るときはこう周辺を見回さないといけないっていう、これやばいですね。どうしたらいいの。熊よけの柵とかつくしかねえのかな。恐ろしい話だな。というわけで、11月のデモと12月の懇親会予定しております。皆様予定上げておいてください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。